客さんの笑顔のために、誰にでも愛される中華を探求し続ける広島四川飯店料理長大康則さんの登場です。さあ大さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今週は辛辛ポカポカピリ辛料理をテーマに紹介していきます。ピリ辛と言いますとやっぱり中華ですので、はい、豆板醤とか、そうですね、甜麺醤とか、はい、甜麺醤は辛くないし、あ、辛くないんですか？甜麺醤は甘いです。なんか醤っていうイメージがあったんですけど、 それぐらい使い方がよく分かってない。やたら醤を強調します。豆板醤とか、なんとか醤でつけば辛くなる。そうじゃないんですよね。はい、はい、でも今日は豆板醤を使った料理、しかも海鮮です。今日はエビとイカのピリ辛香り炒めをご紹介していきます。調理時間20分ということで、ではクッキングスタートです。はい、はい、ではまずきゅうりから切っていきます。はい、はい、きゅうりは皮をちょっとまだらにまず剥いてあります。ほう、これはデザイン性を上げるため以外に。デザイン性違うんですか？そう、全部剥くよりはやっぱり緑が鮮やかな残った方がいいの で、ね、デザイン性も一つの要素ではありますよね。大事なとこですよ ね、 ですよね、はい、でもその他にもきっと意味がありますか？意味、あのやっぱ皮が皮にちょっとえぐみがあるんで、なるほど、削りたい。だけど全部取っちゃうと緑の鮮やかさがなくなるんで、ちょっとまだらに切っていきますね。なるほど、はい、あんまり料理番組でデザイン性って言葉使わないです。そうですか。なんて言えばいいですか？見た目の美しさ。そうですね、はい、そうですね、はい、はい、じゃこれをすいません、どうぞお切りください。こう回し切りで、はい、きゅうりを回しながら一口大に切っていきます。ほうほうほう、いいですね。回すところが、はい、ポイント。そうですね、そうすると同じ形にこう切れますので。見た目も美しいですね、はい、このサラダとかに入っているこの斜め切りとの違いは何なんでしょうか？はい、え？あの出来上がりの出来上がりのちょっとおかしなこと言いましたか？斜め切りとの違い、はい、輪切りっていうんですか？あ、これは要はエビの大きさに合わせて切ってます。なるほど、エビが主役なんでエビの大きさに合わせて切り方ですね。食感が、はい、中根さんの得意料理はたたききゅうりです。たたいちゃいます。切りもしたい。はい、じゃあ続いて、はい、そう言ってる間に切り終わりました。いきます。はい、はい、これロールイカなんですけども、はい、こう目を入れてから切ります。ええ、どっちの面に目を入れるかって言ったら、まあ、こっち内側、はあはあ、こっちイカの外側なんですけど、まあ、外側の方が皮があるので硬いんですよ。イカに皮があるんですか？はい、触ってもいいですか？いいですよ、はい、お、なんか1枚います。そうですね、で外がそんな感じで、はい、中がこんな感じです。あ、本当だ、こっち身ですね。そうですね。なるほど、まあ、皮と身が分からなくても硬そうな方に見れれば大丈夫です。そうですね、ちょっと白っぽいです皮の方が、はい、じゃ こちらに包丁を入れていくと、はい、花切りにするので、こう花切り、こう下までは切らないようにこう目を入れていきます。細かく入っていきますね、はい、花切り、こう後で火を通した時に花のようにくるっと開くような感じに目を入れます、ね、あ、なるほど、はい、そしたらまたこう十字になるように目を入れていきます。ウィンナーの原理と一緒ですね。うん、そうですね。あのタコウィンナー作るじゃないですか。あ、そうそう、火が通ったらくるってなるようですよね。一緒です。ですよね、タコウィンナーと一緒です。茹でることによってこう開く、はい、そうです、そうです、が花切りで、これを一口大に切るんですけど、こっちから切らずにこのひっくり返して一口大に切ります。でこれ途中まで包丁入れたらもうちぎります。あ、下まで入れるとこのちっちゃいのまで切れてこうクズになっちゃうので、途中まで入れたらもう芽が入ってるからすぐちぎれますので、途中で引っ張ります。なるほど、はい、そうですよね、途中まで入れて引っ張る。全部入れちゃうとみじん切りみたいにちょっとちっちゃいクズが出ちゃうので、クズが出ないために途中まで入れてあとは引っ張ってちぎる、ね、そうすれば小さいクズが出ないです。知らなかった。はい、はい、じゃあこちらですけどね、あとですね、エビ、エビ、はい、むきエビですね、はい、洗ってしっかりと拭いて準備してあります。8尾用意しております。はい、でここにイカも入れちゃいます。一緒にします。はい、はい、で一緒にして下味を入れていきますね。今日は海鮮のピリ辛ですからね。はい、はい、で下味を、下味を入れます。はい、じゃあちょっと抜いちゃいます。はい、はい、揚げます。はい、はい、いただきます。はい、じゃあ下味入れます。はい、はい、まず塩です。はい、塩少々。はい、
でお酒です。はい、お酒大さじ1。はい、で胡椒です。胡椒も少々入りました。はい、はい、入れたら、下味を入れるようにしっかり揉み込みます。これ手で揉んだ方がいいんですか？手で揉んだ方がいいですね。こうしっかりと下味を入れることでエビの食感もプリッとなりますので。はい、手以外で揉む方法ってあります？ヘラ混ぜるならね。混ぜるなら箸とかヘラとかでもできますけど、今回揉むですからね。あ、そうですよねそうです、手で揉みましょう。そうですね、はい、でしっかりと揉み込んだら今度は片栗粉をまぶします。はい、片栗粉。はい、はいはい、こちら楽技になります。はい、片栗粉をまぶすことによってこの後味が絡みやすくなります。うんうん、はいはい、じゃあこれで準備できました。はい、はい、ボイルしていくんですけども、こちらたっぷりのお湯がボイルしてあります。はい、はい、こちらのお湯に塩、お湯に対して 1% の塩ですね。おお、今日は 20g、はい、で1リットルのお湯に対して大さじ1の油、はい、これを入れてあります。これはなぜ入れるんですか？これは油を入れることによって表面に膜ができるじゃないですか。ということは沸点が上がるのでボイルの時間を短くすることができます。なるほど、ということは時間短縮なんですね。ということは食材が水っぽくならない、入っている時間を短くできるので。はい、ということですね。へー、はい、じゃあここに入れてボイルしていきます。はい、入れていきます。はい、いっぺんに入れるとひっつくので、まずじゃあエビから1個ずつ入れていって。はい、はい、続いて、はい、入ったらイカも1個ずつ入れていきます。イカも、はい、よいしょ、入りました。はい、入りました。で、この他にですね、タケノコと椎茸、この一口大に切ってあります。はい、これも入れて一緒にボイルしてあります。はい、はい、口大にして大きさを揃えるといいですね。そうですね、はい、これを1分半程度。そうですね、目安1分半で、まあ、火が通ればいいので、はい、で入れたらまあちょっと混ぜてあげて、はい、火を通す間にじゃあ合わせ調味料を作っていきますね。はい、こうイカがこうくるっとなるので、こう花が開いたみたいな感じになってきますよね。ここで花切りでしたっけ？はい、そうですね、はい、目を入れたことでこのような感じになります。花開いた感じですね。はい、で合わせ調味料を作っていきます。はい、ごめんなさい、下がっちゃいけないまま下がってるから。私なんか変なことしちゃいました下がっちゃいけないおっと、はい、すいません。いい、じゃあボウルに合わせていきます。はい、はい、まず砂糖です。はい、お砂糖大さじ1。はい、でお酒です。お酒が大さじ1。はい、お酢です。お酢も大さじ1。はい、で醤油です。醤油が大さじ 1.5 入りました。はい、入れたら砂糖が溶けるようによく混ぜてやります。はい、あー、もう香りがしてきますね。香りしますね、お酢の香りが。まあ、お酢と醤油入ってるんでお酢と醤油の香りしますね。うん、まあ、でタレって感じ。タレ、そうですね、はい、タレを作っていますダイさん、これタレを作ってるんですか？合わせ調味料作ってます合わせ調味料を作っています、はい、で今水溶き片栗粉を入れて、はい、さらに鶏ガラスープです。はい、鶏ガラスープ大さじ2入りました。はい、水溶き片栗粉も大さじ1。はい、でここで薬味でおろしニンニク、はい、ニンニク小さじ1/2、はい、おろし生姜、はい、おろし生姜は小さじ1、はい、でネギのみじん切り、はい、15g です。はい、これで合わせ調味料できました。はい、はい、でボイルしてる具材に戻ります。はい、これでもう火が通ってきてるので、はい、じゃあお湯から取り出してお湯を切っておきますね。おお、はい、あ、はい、じゃあこれはこれでとりあえず置いときます。はい、はいはい、で中華鍋に行きます。はい、中華鍋よく熱してあります。はい、でまずサラダ油をなじませます。うん、でなじませることで鍋の表面に油の膜ができるので焦げづらくなります。はい、ここに大さじ 1.5 のサラダ油を入れて豆板醤を入れます。はい、はい、はい、豆板醤入ります。おお、ここで豆板醤。はい、でさらに最初に切ったきゅうりもここで入れてやります。おお、やっぱ豆板醤を入れると一気にやっぱ色味からしてピリ辛感が出てきますよね。はい、でキュウリはやっぱ食感を残したいので他の食材と一緒にボイルしないでこのタイミングで入れてやります。でここでしっかりと炒まったらボイルした食材を戻します。先ほど炒めた、はい、
ボイルしたのを入れると。入れると。おお、はい。ああ、全部色が変わってきました。そうですね。豆板醤が全体に絡まってましたよね。はい、やっぱり花切りにするとすごいよく絡んでそうですね。そうですね。はい。そしたらもうここであと合わせ調味料。また片栗が下に沈みますのでよく混ぜてあげて、はい、周りから回し入れます。そしたらあとこれタレが全体に絡むように炒めます。しっかり片栗粉も入ってるから。そうですね、合わせ調味料に片栗が入ってるので、ちょっととろみが出てきますね。でさらにエビとイカに片栗をまぶしたじゃないですか、はい、だからタレが絡みやすくなりますよね。なるほど、ここで生きてくるわけですね。はい、はい、これでタレが絡みました。はい、あ、いい香り。香りいいですよね。いろんな香り上がりますね。これはそそられる香り。炒めですね、はい、まあ美味しそう。このきゅうりの緑も鮮やかさを加えますよね。はい、出来上がりです。はい、ということでエビとイカのピリ辛香り炒め完成です。材料はご覧の通りとなっております。ロールイカとエビは下味をつけた後片栗粉をまぶしてボイルしました。片栗粉をまぶすことで味が絡みやすくなります。そしてボイルするときに塩とサラダ油を加えました。サラダ油を加えることで沸点が上がってボイル時間を短縮でき、水っぽくならずに調理することができますよ。豆板醤の辛みが癖になる美味しい炒め物です。ピリ辛で体ポカポカ温まりましょう。ということで、どうぞ。まずはイカから、うん、あー美味しい。柔らかいですね。梅が入ってるんで柔らかいですね、うん、花切りで柔らかいし味もすごく染みてます。またこれピリ辛具合がちょうどいいですね。辛すぎず、ねね、うん、大さん甜麺醤じゃ怖いかないですね。甜麺醤では作らないですね。甜麺醤だと甘くなるんですね。そうですね、甘味噌です。中根さん勉強になりました。勉強になりました。ちょっと作ってみたいと思います。ご飯にも合いますね、うん、さあ明日ですがアイデア料理の柿崎さんで鶏のディアボラ風を教えていただきます。大さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。